西暦2065年地下都市ニューロル、南緯20度5分、東経68度11分に位置する。バイフロスグループが建設した地下60メートルの空間には光は一切届かない。地上で猛威を振るうギガリウイルスから逃れるように、人々は地下でひっそりと暮らしている。この地下都市は寺院と呼ばれるコンピュータが全てを制御している。バイフロスグループは人口増加を防ぐことを口実に、優秀な遺伝子サンプルを手に入れるため完全なる人口統制を行っていた。バイフロスグループに立ち向かう唯一のレジスタンスの集団がいた。その名はデルソル。太陽を意味するこの名前には地上への希望が託されている。はっきり言ってあと1週間の命だ。1週間だって。昨日まではあんなに元気だったのに。ギガリウイルスは発症すれば瞬く間に命を奪っていく。何か助ける方法はないのか。ドクター、黙ってないで何が打つ手はないか教えてくれ。前に一度だけ聞いたことがある。一度だけ聞いた。あ、それはレイラを助ける方法か。ある花の花粉、確かラフレスだ。ラフレス花粉。ラフレスの花粉の中にある成分がギガリウイルスを死滅させるとある学者から聞いた。どこに、そのラフレスという花はどこにあるんだ。ニューロルはすでに絶滅している。それじゃあ立ち入り禁止区域のサタビサにあると噂で聞いたことがある。サタビサ、地上への唯一の道と言われている。レイラ、マサオ、サタビサに行くのはあまりにも危険だ。俺はレイラを助ける。待っていろよ。必ずラフレスを持って戻ってくる。レイラ、それまで待っていてくれ。サタビサか。もう随分変わっているはずだ。情報をもっと集めなければ。そうだ、ジムだ。彼に相談すれば何か情報を得られるはずだ。きっと彼のことだ。まだあそこにいるはずだ。誰かと思えばこの野郎生きてやがったか。あんたこそ。ジム、サタビサは今どうなってる。情報が欲しい。そうか、戻る決心がついたんだな。いや、そうじゃないんだ。いいじゃないって、どういうことだ。デルソルでまた戦うんじゃないのか。まだ引きずっているんだな。あれはミッション中の事故だ。忘れろ。サタビサの状況を知りたいのなら情報センターに行くといい。これが地図だ。最近の1ヶ月くらい前のだ。多分ほとんど状況は変わっていないはずだ。侵入経路はどこだ。1階の入り口からは今は入れない。2階を破壊して侵入するしかない。これを持っていけ。わしが偽造した ID カードだ。バイフロス側のライブラリー情報は大体このカードで引き出せる。だからサタビサ地区の情報は重要機密だから
このカードでは無理だ。センター内で最新のマスター ID カードを手に入れればなんとかなるはずだ。もちろん簡単にはいかないぞ。すまない、今まで連絡もしない。はい、って気にするな。そんなことよりお前のプロテクトアーマーはあれ以来埃をかぶったままだろ。あいつのザックスは弾の送り出しに問題があったな。部品の調達には時間が必要だ。今は我慢するしかない。わかった。マサオ。なんだ。いや、いい。こうして話していると昔に戻ったみたいだな。ジム。
4 8